熱戦を前にピッチには静寂が、そしてスタンドはサッカーファンの喧騒に包まれています。キックオフまであとわずかです。試合開始を前にしたモナコ広告にはサポーターの歓声が響き渡っています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはリーグワンの一戦、モナコがオリンピックマルセイユと戦います。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。注目のケイタ・バルデ・ディアオ、やはり得点ですね。今シーズンはここまでゴールを量産しています。今の調子が続く限りディフェンダーも止められそうにありません。この試合も大いに期待しています。こちらがモナコの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。こちらがマルセイユの先発メンバーです。同じく一般的な 4-3-3 を採用しました。マルセイユ対モナコの試合がキックオフを迎えます。楽しみな試合ですね。パスが通りません。危険な位置です。緊張感が増してきます。ディフェンスの軽率なプレーでしょうか。見事なパスカットです。そういえばここしばらく SNS などではこの選手の噂が飛び交ってましたね。行くしかない。これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが見事に止めましたね。コーナーキックが入ります。ボールは相手に渡りました。高い位置でカットします。アレクサンドル・ゴロビン、ケイタ・バルデ・ディアオ、いいタックルだ。ボールをキープしました。いいボールが出ました。スルーパスでしたが合わないか。シュートはポストへ。このコーナーは誰に蹴るか。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。さてグルパマスタジアムで行われている試合に動きがあったようです。はい、1点目のゴールがサンテティエンヌに生まれました。現在スコアは1-0、時間は18分を過ぎたところです。わかりました。これはチャンス。決まるか。あーと入った。アウェーチーム先制。ここでライバルを突き放しました。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。ブーツポロオリンピックでマーセイユ7ネマニア・ラドニッチ。このパスはカットされます。素晴らしいボールです。ゴールを狙う。キーパー弾く。ここはコーナーキック。決まればリードがさらに広がります。
エリア内へ向かうか。中にクロスが入った。ボールをクリアしました。アレクサンドル・ゴロビン、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。クロスが入りました。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。アレクサンドル・ゴロビン、ケイタ・バルデ・ディアオ。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。ゾブニー、試合を振り出しに戻すチャンスでした。今のシュートが決まっていれば大きかったですね。まあデータを見ても攻めあぐねているのは明らかですね。追いつけない点差じゃないとはいえチャンスを作らん。シュートまで持っていきたい。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。さて他会場で行われている試合の情報が入ってきました。スコアに動きがありました。はい、最初のゴールがパリ・サンジェルマンに生まれました。現在スコアは1対0、時間は40分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きをお知らせしました。スペースへのボール、チャンス。難しいシュートでしたが枠を外れます。ロマン・ゾブニン、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対0。ゲームはハーフタイムに移ります。ライバル同士の戦いは拮抗したゲームが期待されていましたが、チームは先行しています。選手たちも調子がいいですね。調子が良すぎて気の緩みがないか心配ですね。ダービーマッチは何が起こるか分かりませんから、油断は禁物ですよ。マルセイユ対モナコの試合がキックオフを迎えます。楽しみな試合ですね。行くしかない。後半のキックオフはマルセイユから。リードして折り返しです。1対1のチャンス。守りきれるか。キーパー止めましたがまだインプレー。ゴール前で勝負に出ますマルセイユ。1対1からシュートを決めるだけという場面でしたがミスになりました。プレッシャーでしょうか。考えたことに足がついていかなかったようですね。ウナイ・ロペス、サイドへ展開します。ケイタ・バルデ、レフェリーは流しています。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。マルセイユ、サイドのスペースが広く空いています。素晴らしいスキルで抜いてきます。
最後は1対1となりましたが、キーパーがスーパーセーブを見せました。よく反応しましたね。蹴った方もあれを止められるとは思わなかったでしょう。スローインで再開です。ボックス内へ入れてきた。ゴールにつながるプレーとはなりません。サガイ決めてきた。ゴールマルセイ。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。この試合に関しては力の差が出てしまっています。チャンスです。さあどうする。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。コーナーキックが続きます。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。ゴールチャンス。綺麗な弧を描いた。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。試合の途中ですが、他会場でスコアに動きがあったようです。はい、2ゴール目がスタッドレンヌに生まれました。現在スコアは2対2。時間は69分を過ぎたところです。ありがとうございます。ここは枠を捉えきれません。福西さん、スタンドのサポーターからは歓喜の声が収まりません。もう勝利を確信しているかのような声援が続きます。はい、この試合はサポーターの期待に応えて、なんと打つしかない。このボールはコーナーキックになりました。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。これはあるか。クリアが小さい。これはチャンスだ。キーパー焦らず対応しました。今のはかなりいいチャンスでしたよ。素晴らしいパス。このシュートは外れます。サブの選手がピッチに向かいます。ゴンザレス、アレクサンドル・ゴロビン、大きすぎましたね。これはキーパーが抑えます。この展開を予想するのは難しかったんではないでしょうか。どうやらサイドをつけそうです。決まった。マルセイユ決めた。映像が来ました。クロスの上がった先には味方がいます。そしてこのシュートです。ジャンプせずに頭で合わせました。ディフェンスはスペースを与えすぎですね。ゴンザレ、どうする?流し込めば決まる距離でしたが、強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入ったと思います。
クリアしたようなものですね。このパスは通らない。ここでホイッスル。ダービーマッチを制したのはアウェーチームです。いやー、ライバル同士の一戦ですが、思った以上に一方的な展開になりましたね。こうなると両者の因縁はさらに深まったんじゃないでしょうか。次に両者が合間見える機会が楽しみですね。シュートまで持っていきたい。